さあ始まりました J リーグお決まりチャンネル。今回は私しおるとハリボー、この2人でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回は3月30日に行われた明治安田 J1 リーグ2024シーズン第5節、名古屋グランパス VS 横浜 F マリノスの試合を解説します。解説といっても名古屋ファンの僕を中心としたファン同士でワイワイと楽しめるものを目指していますので、気軽に楽しんでいただけたらなと思います。前節ようやく勝利を手にしたグランパス、長谷川監督になってまだ勝てていない強敵マリノスを相手に、前半立て続けの負傷交代のアクシデントを乗り越えての逆転勝利となったこの試合を、今回はマリノスサポーターのハリボーと一緒に振り返っていきたいと思います。まずはグランパスのメンバーの振り返りから。野上とキャスパーが負傷の噂もあってベンチ外、しかし川面が復帰して左センターバックになりました。その左センターバックをこれまで務めていた三國が右のセンターバック、そしてさらに前節右のセンターバックだった内田が左のウィングバックと、前節からメンバーの変更は1人でしたが、その並びに変化がありました。またフォーメーションも基本は稲垣がアンカーの 3-5-2 に見えて、特に山岸と永井を2トップで使いたいのかなというふうに感じました。マリノスのスタメンはこちら。スタートの布陣は今季から取り組み始めている 4-1-2-3、 代表ウィークの前の京都戦から3人変更しました。ゴールキーパーには前節のポープ退場後マリノスデビューを果たした白坂が J1 初スタメン、またインサイドハーフにナムテヒが入りました。そしてここは驚きましたが、左センターバックに松原が入り、加藤蓮が右サイドバックに回っています。エドゥアルドはメンバー外となっていますが、まあ、どうやら軽い怪我があったようで、まあ、連戦ということもあり回避したとのことです。ただ畑中がついにベンチ入り、昨年8月に前十字靭帯を損傷して以来久々のメンバー入りとなりました。まずは試合全体を振り返りたいと思いますが、マリノスとしてはこの試合どうだったでしょうか。マリノス側からすると、まあ、ACL は全く別物として考えているので、リーグ戦だけにフォーカスしてみると、まあ、非常に厳しい戦いが続いているというか、結局ちょっと対策されると何もできないというのが、まあ、去年から変わりないなという印象です。広島とガンバの試合を見た後にこの試合を見ると、まあ、余計モヤモヤが大きくなるというか、現状の質完成度としてはまだ J1 で上位に入るほどではないのかなという感じです。5バックで構える相手にワンツーを活用してポケットのところに侵入しようとするのは練習からよく取り組んでいるようですが、あまりにも形式的すぎて、まあ、対応しやすいような印象を受けます。そしてそれ以外は、まあ、中の人数が少ない時もクロスを単純に上げて跳ね返されるシーンが多いのも個人的に気になるところです。ここから連戦続きで戦術を仕込む時間はないと思うので、結局のところ個に頼るというところしかなさそうですが、 ACL が終わるくらいまでの間は見ている側も我慢強い攻撃面で新たな工夫が出てくるのを待ちたいと思います。今出たグランパスのマリノス対策のところ、守備のところかなと思いますが、ここがこの試合の鍵の一つだったかと思います。グランパスはマリノスが相手ということもあり、いい守備からの攻撃を狙う割り切った戦い方をしていて、その守備の中で特にマリノス対策という狙いで守備位置によってフォーメーションの変更でやることを明確にしていたというふうに見ました。基本陣形は前半はアンカーの5-3-2、このフォーメーションだとマリノスのサイドバックの位置が空くので、ここを誰が埋めるのかが問題になります。そしてここの埋め方が守備位置によって明確に決まっていて、迷うことなく戦えていたのが良かったかなというふうに感じました。まず敵陣で相手がビルドアップを狙う際には、このサイドバックの位置を右は森島が外に出て、左は内田が前に出て埋めて、2トップでアンカーとセンターバックをマークする4-4-2に近い形での守備でした。特にマリノスのウィングエウブレ選手が非常に強力なので、できるだけ自由を与えずに広いスペースで1対1という状況を作らせないという狙いもあったかなというふうに思います。そして中央にパスが入ったところでセンターバックとダブルボランチが強く奪いに行って、そこから山岸のポストや長井のスピードでゴール前を目指す長谷川監督らしいファストブレイクの形を狙って決定機も作れていたというふうに思います。この守備を破られたり押し込まれたりして、相手センターバックがセンターサークルを超えたあたりの位置でボールを持つと、ウィングバックはしっかり引いて5バックを形成し、空いてしまうマリノスサイドバックの位置は右は引き続き森島が外に出て、左は永井が降りてきて埋めて、 5-4-1 のブロックをしっかり作って跳ね返して失点しない守備をして、奪ったら大きく蹴り出し陣地を回復して押し返す、そしてまた前からの守備ファストブレイクを狙うといった割り切った守備で守りきる、この使い分けがしっかりと落とし込まれていって、中断の2週間でかなり準備してきたなということが見えました。この守備陣形だと稲垣、米本が横に並ぶダブルボランチの形になるので、この2人の守備範囲の広さ、体重の強度が遺憾なく発揮されていて非常に良かったかなというふうに感じました。
次にグランパスとしては、この試合では選手個人の調子も良かったかなというふうに思って、ここの個人のところで負けなかったっていうことが結果につながったかなというふうに感じました。稲垣米本については少し触れましたが、負けてしまっていた試合ではこの中盤でガチャった時に相手ボールになることが多く、苦しい展開が続いていたのですが、この日はここでマイボールにする回数が増えたことがこの2人の功績だというふうに思っています。前線の山岸とパトリックは前線での空中戦の勝率も高く、押し込まれてしまう展開になっても押し返す起点になってくれていたのが、マリノスの攻撃にさらされ続ける時間が少なくなって失点を減らす大きな要因になったというふうに感じました。ここはマリノスの空中戦が非常に強い、エドワルド選手がいなかったことも少なからず影響していたかなというふうに感じました。そしてセンターバックの三國と吉田陽希、名古屋は後半失点前から 3-6-1 にしてウィングバックにより前にプレスに行かせる戦術に変更し、ファストブレイクを狙い、森島が攻守でより高い位置でプレーできるようになりリズムを作れたというふうに感じたのですが、この 3-6-1 への変更という決断に三國と吉田陽希がマリノスの強力な攻撃陣にこの部分で簡単に負けないという計算が立ったという部分は大きいかなというふうに思います。三國はチームが前がかりになっていく後半にエウベル選手や宮市選手にほとんど負けることはなく、攻撃でも自分で持ち運んでマリノスの守備陣形を一人で崩す場面もあり、大活躍だったかなというふうに思います。吉田陽希については、彼が中央のセンターバックにいることでアンカーを務めた時と同じようなボールの関わり方ができ、1点目のアシストに限らずいいパスを何本も通すことができていました。このパスが短いパスだけでなく長いパスも出せるのが非常に効果的で、吉田陽希が中央センターバックに入ってパスの出所になることができたということが 3-6-1 にできた要因のもう一つかなというふうに感じています。難しい前半からのセンターバックとしての途中出場でしたが、見事に結果で応えてくれたかなというふうに思います。一方、マリノス良かった点に目を向けると、まずはゴールキーパー白坂、非常にうまくゲームに入れていたかなと思います。前半の永井との1対1のシーンもポジションをしっかり取れていましたし、約束事をしっかり着実にこなしていたかなと思います。昨年チームでただ一人公式戦に出られなかった中でも腐らず愚直に練習に取り組んでいたことがピッチの上でもよく出ていたと思います。失点に関してはどちらも相手を褒めるべきゴールかなとは思いますが、特に最後の山中キャノンは少し触っていただけに、本人としては悔しい思いがあると思います。次の試合ポープが戻るのか継続起用されるのかは分かりませんが、いつ出番が来ても大丈夫かなというふうには見れたかなと思います。あとは攻撃面、特に前半ですね、左サイドの3人、長戸、ナム、エウベルの連携面が向上していた点は良かったところかなと思います。3人で入れ替わりながら大外のレーンとハーフスペースを使い分け、ここは相手を見ながら打開できていたかなと思います。前半に大外でナムが時間を作っている間に内側からエウベルが追い越してエウベルのクロスから決定機に持ち込んだ、こういうシーンをもっと増やせるといいかなというふうに思っています。ということで今回は明治安田 J1 リーグ2024シーズン第5節、名古屋グランパス VS 横浜 F マリノスの試合を解説しました。いかがだったでしょうか。グランパスとしては劇的な逆転勝利で非常に嬉しいところですが、怪我人が中心選手だけに不安も残ります。しかしこの試合で交代選手が活躍してくれたこともあり、彼らがまた違った良さを見せて次節以降チームを勝たせてくれるというふうに期待できる、そんな試合だったかなというふうに思います。今回の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録高評価で応援していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。またこのチャンネルではガンバ大阪横浜 F マリノスの動画もアップしています。そちらもぜひぜひご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。